タートライン上ではこの時間帯も少し追い風が吹く水面状態です。予選最終日4日目の G3 オールレディース、大宮アルディージャベントス杯はレース後半戦7レースのウィンウィンセブンが始まります。対戦メンバー1号艇広島雲野ゆかり、2号艇東京黒沢めぐみ、3号艇大阪原田由美、4号艇福岡高田彩、5号艇埼玉宮崎杏奈、6号艇兵庫畑田木咲、以上6名の対戦です。ここまで厳しいポイント状況、1番の雲野、今日2走連勝で 5.57 という状況です。2コース2番の黒沢、ここ勝負がけ、現在 6.17 で連帯が目安という状況です。3コース3番の原田は7点ちょうどのポイント、ダッシュ勢4コースから4番の高田、そして5コース5番の宮崎、ともにここ1着取って6.17という状況です。6コースに6番の畑田、スタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角から4番の高田、コースタート3コースが遅れた体型、さあそれでもイン先前、1番雲野は逃げる、4番の高田まくりきれず、さあ内をついた、4番の高田まくりきれず、2番の黒沢差しが届いた、1番雲野は1マークやや流れてしまいました。差し切って2番の黒沢先頭、スタートは前提正常でした。雲野は2番手、その後ろは外から5番の宮崎、内から3番の原田、2マークの旋回は先頭で2番の黒沢、ここでも抜け出します。リードは4手進、先頭2番の黒沢、2番手が1番の雲野、3番手ここで5番の宮崎は一気に抜け出してきました。4番手3番原田とはその差4手進ほど、2周1マークの旋回、3番手5番の宮崎が回る、ここでも3番の原田は届きません、その差は3手進ほどと開いています。そして後方は4番の高田が5番手、6番の畑田が最後方追走です。2番の黒沢先頭、2周2マークを旋回、1番の雲野が2番手、さあ少しここでは4番手から3番の原田差を詰めてきました。これから最終周回、3番手5番の宮崎守りますが、時計マイルはその差が3手進ほどまで詰まりました。最終1マークの旋回、4番手から追いかけます3番の原田、3番手なんとかしのいで5番の宮崎守ります、追い詰めますがまだ3番の原田届いていません、その差が2手進半ぐらいとなっています。3、4番手です。だいぶ直線では近づいてきた3番の原田、これから最終ターンマーク一旦外に開いた、3番手先行する5番の宮崎、もう一度内をつきますが3番の原田最後も届いていません。先頭は2番黒沢五輪、1番雲野五輪、5番3番の順で五輪、4番高田五輪、6番畑田五輪、